今回こちらのビデオではよく整体などで言われる骨盤、この骨盤についてお話していきたいと思います。骨盤とは股関節の上の腰線関節と仙腸関節というところがあります。脊柱の L の5番、腰椎の5番の下が仙骨です。仙骨の周りに寛骨という骨があります。この左右に寛骨が挟んでいる状態になっていますが、ここを仙腸関節と言われています。また仙骨の上の今の上の腰椎の5番、ここの構成しているところが腰線関節と言われています。私たちが整体で調整すると、この先にお話した仙腸関節で楽になるケースと、もう一つお話した仙骨の上の腰線関節で楽になるタイプ、この2つに対別されます。まずこの骨盤、仙腸関節がよくずれるとか骨盤がずれる、歪む、そういったことが一般的にすごい言われていますが、仙腸関節というのは実際の医学的にはほとんど動かない。仙骨と寛骨をつなぐ関節というのは周囲の靭帯によって強固にジョイントしています。つまりほとんど数ミリしか動かないと言われています。この両サイドにある仙骨の両脇にある寛骨、扇の形をした骨ですが、この寛骨と仙骨はほとんど動かない。つまり骨盤が歪むということは実際にはずれているわけではないということです。ずれているというわけではないけど、数ミリ実際には可動域がある。その数ミリ動くかどうかで実際に腰痛が起こってしまうというのが挙げられます。腰痛で悩んでいる方に対応するには、この腰線関節と仙腸関節の調整がしっかりできないと回転することができません。今回は腰の痛みに関係する骨盤、その骨盤のメカニズムについてお話しいたしました。